現代の焚き木ストーブ焚き木ストーブは焚き木を燃料とする暖房器具。主に副車式、対流式の二つの暖房方式がありほとんどの製品はその両方の機能を合わせ持っている。材質は中鉄性と鋼板性が多い。燃料の焚き木は石油、石炭のように枯渇してしまう地下資源ではないこと。燃焼時に放出される二酸化炭素は木の成長によって回収されるため。 カーボンニュートラルな暖房であるという利点がある。19世紀の滝の付き滝にストーブ防寒や調理の目的で火は古来より人の生活に欠かせない存在だった。焚き火が発達し屋内でも火が焚けるようにしたものが色りであったが煙の出口がなかったため後にフードと煙突のついた色りが考案された。それをもとに色りを壁の中に埋め込むことで暖炉が発明された。 アメリカでは移民がヨーロッパの暖炉を持ち込み家庭で使っていたが従来の暖炉は暖房効率が低く燃料を大量に消費した1742年政治家発明家として知られるベンジャミン・フランクリンが暖炉の暖房効率を改善するため全面以外の五面を鉄板で囲ったフランクリンストーブを発明バッフル板が装着されたこのストーブは 暖房効率が高く好評で多くのメーカーから同様の暖炉が販売され主流となった。後にフランクリンストーブは改良により現在の焚き木ストーブのように扉が付けられた。それが現在の焚き木ストーブの始まりである。アメリカではその後一旦は石炭、石油の発達により焚き木ストーブの人気は下降したが石油危機をきっかけに復活。 その後環境に関する法を制定により、二重燃焼システムや触媒など燃焼効率を高めた機種が開発された。その他、紀元前の中国では煙突付きの制度製のストーブがすでに存在していたことが知られている。扉のついた鉄の箱に煙突が取り付けられた構造が焚き火ストーブの基本的な形態である。暖炉や焚き火との違いは前者が空気の出入りが 開放的であるのに比し焚き火ストーブは密閉的であることである。暖炉や焚き火が燃焼に必要な空気の数十倍の量の空気を吸い込み排気するのに対し、焚き火ストーブは小さな空気の入り口を調整し、燃焼に必要な空気を取り入れ、煙突からの排出も調整される。そのため取り入れられる空気は燃焼に必要な量の2から3倍に制限される。 前者がほぼ必そのものの輻射熱しか感じさせないのに、対し、焚き木ストーブでは、本体内の燃焼によって生じる熱を、本体表面からの輻射熱や、本体周囲を滞留する暖かい空気によっても部屋を温めることができる。焚き木ストーブには燃焼調整のために、空気弁、煙突ダンパーといった機能が付与され、近年では燃焼効率や趣味性を上げたり、 燃焼ガスの環境規制を通過するために、ガラス扉、二次燃焼、触媒、バッフル板などの機能が付与されるようになった。焚き木ストーブの燃料として用いられる焚き木は、生成されていない燃料であるため不完全燃焼となり、すす、PM2.5 などの粒子状物質、悪臭を発生させる。日本の環境省によるガイドブックによると、 一般的な焚き木ストーブのそれらの放出量は生成された石油燃料を使う石油暖房機器と比べて100倍以上多いため住宅地などにおいてはそれらが周囲に充満することとなり健康被害を招く恐れがある。ただし焚き木ストーブの売煙は石油暖房機器と違いすべて屋外に排出される。戦術の大気汚染により近隣住民とのトラブルが多発しており それを受けた多くの自治体から注意喚起が行われているが、使用禁止には至っていない。ABCD190 滝木ストーブ大前1996年12月1日、AB モース焚き木ストーブの歴史、木質バイオマスストーブ環境ガイドブック環境省、滝木ストーブ、暖炉の使用にご注意ください。ありがとうございます。